その日は夕方から対談の予定があった。1月以来続いていた熱は注射で下げた。体調は良好に思われた。ただ久々に洗った髪が思いのほか伸びているのが気にかかった。この日が司馬遼太郎最後の雑誌対談となった。2時間を過ぎてなお休むことなく司馬は語り続けた。対談相手は司馬たっての希望により経済評論家田中直樹。テーマは重選問題。それは司馬が20年来追い続けてきた日本の土地問題の総決算だった。きっと小説を書くことよりも現実に起こっていることの方に目がいったんでしょうね。あの小説フィクションというようなの生ぬるい、生ぬるいと言っちゃなんですけども、そういう形よりももっとストレートにあのぶつけたかったんじゃないでしょうか。それがどん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 激しくなっていったんじゃないかな。いやだからもうほとんど呪文のようにね、こう思い詰めた顔でずっと、これでは日本がダメになるっていうことですよね。まあ一言で言うと、これではダメになる、もうあかんわとか、そういう言葉しか言わないもん。めいってきますよ。うん、要するにバブルを起こしたのは誰だというようなことよりも、バブルを起こすことについての倫理観が我々の伝統になかったんだから、今改めてそれを作る、はい、ということが大事なもんですから、作るについては痛みがいるんで、税金でこの問題を処理するということは大きな倫理的資源になって日本経済を引き締めるだろうと。ただこれを選挙の争いの道具にされたくはないですね。ここまで傷んでるんだぞという認識が国民全体が持たなければ、昨日の続きで今日も生きてるという程度の生き方をこれからも続けていったら、もう自利品も何もいつの間にか日本という国がなくなってしまうかもわかりません。あのそこまでの事態だと思うんで。重選問題は日本が戦後51年目に迎えた第二の経済的敗戦である。そう言い残して司馬遼太郎は9日後この世を去った。晩年司馬遼太郎は小説の筆を置き、エッセイや対談、講演の機会を捉えては時代への発言を続けた。阪神大震災、オウム真理教事件、そして重選問題に揺れる日本が司馬が最後に見たこの国の形となった。テレビと雑誌、それぞれ最後の対談相手となった2人が司馬遼太郎の遺言を読み解く。私は3度新聞や雑誌の対談させていただいたんですけれども、終始私が終わった後いつも思ったのはですね、司馬さんという人は言葉と論理を非常に大切にする人だという思いなんですね。例えばお米の問題を議論した時がありました。その時に
当時は米の輸入をですね、一粒たりとも許さないという言い方をしてて、私がですね、論理的にもあるいは実態にも合わないこういう言葉を平気で使うその政治家っていうのはどういうもんだろうというふうに、申し上げたところですね、これはひどいと、やっぱり旧軍部の崩壊過程に ほぼ等しいその不調のような言葉を平気で使うと、論理ももうデタラメだというふうに言われました。それから2月に、今年2月にお目にかかった時は住宅問題、日本における土地問題の議論をしたんですけれども、その時もこのやはりこの明晰な言葉、そして積み重ねられた論理というものを書いて、もうほぼ国が崩れ去る、国としての背骨が曲がったり、あるいはもう妖怪し始めているということはやっぱり言葉と論理に表れているという、そういう司馬さんの気持ちは僕は非常に強いというふうに思いましたですね。司馬さんがその論理と言葉の人であるということもさることながら、もう一つ別のことが私にはずっとなんていうかな、あったんですよね。でそれはどういうことかと申しますと、例えば明治維新で活躍したさまざまなリーダーたち、特にその坂本龍馬とかですね、西郷隆盛を描くときにしばしばその司馬さんの感想のような独白のような形でですね、出てくる文句が私は忘れられないんですね。それはどういうことかというと、その隆盛とか龍馬っていう人物はですね、ものすごくその感情の容量が巨大だって言うんですね。普通の人間が持っている感情とは比べ物にならないくらいその大きな感情を持っていると、それはその私的なものをですね、その感情の中に溶け込ませて受け入れて、それを公的なものにその変えていく、そういう感情の溶鉱炉みたいな役割をですね、感情をたくさん持っている人間というのは本来的に、そういうことを持っているのではないかと、例えば国のために一心を捧げるといったような感情の出し方もあるでしょうし、それから一般の名もない庶民の一人一人に対する思いやりっていうのも司馬さんにとっては感情なんですね。でそういうさまざまな種類の感情を全部抱え込んだ人間、それが高森とかですね、龍馬のようなああいう指導者たちだったと。そうした、私と公との間に見事にこのつなぎをつけた人たちの系列が耐えて、その後はですね、感情の容量も小さな、受け入れ容器としてはとても盛り込めないような小さなものになり、そしてどんどん、心が貧乏になるって言いますか、その貧しくなっていく体系がある時期から生まれ、それが51年前の敗戦につながったと、この断絶が、断絶に関わって私は司馬史観が成立してるのかなというふうに思っておるんですけどね。なるほど。その明治以降130年ほど経ちますけれども、いくつかこの130年の中にもいくつもう断絶がいくつもあって、幕末からおそらく日露戦争まで、日露戦争から第二次世界大戦の敗戦に至るまで、それからまた50年という一回、歴史がちぎれて、ちぎれてまた第二次世界大戦もこうそれなりにもう一度人々の持つエネルギーがこの盛り上がってきて、それがもう一度まあ病に至る、そして貧しくなるという、そのリズムっていうものを感じておられたのかなというふうにまあ思いましたけどね。日本にはたくさん土地がありますよ。これを新幹線に結べば、高速道路で結べば、飛行機で結べば大したことはないじゃありません。そうすれば周りに少しは緑のあるところを考えればどうするんですか。そこで日本列島改造というのが出てくるんですよ。田中角栄が逮捕された頃、司馬遼太郎は自身の企画による対談集の最終構成に追われていた。豊かさという言葉と引き換えに裂かれていく日本の国土。
土地政策への疑問を司馬は自ら探し尋ねた人々との対談によって世に問おうとしたのである。資本主義はあくまでも物を作ってそれを売ることによって利潤を得るものであり、企業の土地投機や土地操作によって利益を得るなどは何主義でもない。がその刺激が日本人の経済意識を大きな部分において変質させ、民族を挙げて不動産屋になったかのような感を呈し、本来生産もしくは基本的には社会存立の基礎であり、さらに基本的に言えば人間の生存の基礎である土地が投機の対象にされるという奇現象が起こった。大地についての不安は結局は人間をして自分が属する社会に休んじて身を託して行けないという基本的な不安につながり、私どもの精神の重要な部分を荒廃させた。まことに迷惑な話で、どうにも休んじてこの社会に住んで行けないといういたたまれぬ気持ちが私に土地のことを考えさせることになった。ともかくも悲鳴のようなつもりでこの州を出した。そのことは土地を公有にしなければ世の中のすべてが崩れてしまうという私なりの危機意識と絡んでいる。司馬さんは最後の20年ほどは土地は公に戻すべきではないかと、土地の私有制はあまりにも弊害が多いというお話をされておりました。で、私もなぜじゃあそういうことに日本がなったのかと、日本にそもそもどういう欠陥があったんだということになるわけですが、一つはですね、高度成長期、歴史的にどの社会でも高度成長期っていうのはあるんですが、日本の場合はやっぱり1960年代に入ってからが高度成長期なんですが、いわゆる先進国というのはもうちょっと早くあるわけですね、高度成長期が、成長率が非常に高いと土地の値段ってやっぱり上がってまして、でアメリカなんかでも19世紀の末から20世紀の初めにかけては大都市の土地がものすごく上がる、上がった時にですね、さあそれをどうしようかっていろんな工夫が出てくるわけで、例えばアメリカではごく普通の人がですね、おかしいと、その地主さんは何の努力もしないのに自分の持ち分がですね、土地の持ち分の評価がどんどん上がってしまって、富がそういう地主さんに行くのはおかしいと、で地代が上がるということはそれは他の人の努力であって、鉄道を引くとか一生懸命商業活動を行うとか工業活動を行うということの成果が結局、その土地を使用するその需要が増えてきて、その富が地主さんだけに行くのはおかしいんで、その土地課税をしようと、地代っていうのをその公で取ってしまうという提案が出てきます。でそういう意味では土地の問題を、システムとしてこの何て言いますか、すくい上げてそれをちゃんとコントロールするっていう仕組みをいろんな人が提案するわけです、その土地をスペキュレーション、投機の対象にするのはおかしいっていう議論どこでもやるのに、なぜ日本でできなかったのかって考えてみるとですね、その前の戦前戦中の歴史が過酷すぎたと、当時の日本人にというのが私は遅れを取ったですね、原因ではないかと。それで国っていうのはもう非常に嫌なもんだと、最後の段階ではもう赤紙を配ってですね、それぞれの家庭から兄を父親を引きずり出していった、そういう国っていうものに対してもう嫌だと、そんなものは脇にやっていこうと、それよりは自分の私っていう領域の中で経済活動をすると、こっちの気分が強くてですね、公という公っていうものを排除しちゃいましたから、でこれが土地の問題をですね、論ずるきっかけをなくした。でしかしそれをほっといたおかげでですね、背筋が歪んできたと。今ちょっと田中さんの話を伺ってはっと思ったのは、本当はその国家という世界に対してもう一つ国土という世界があって、でその国土をもう少し細分化していくと、それぞれの人々のふるさとであったり自分の家であったりするわけですけれども、それを今度は
私のものにしてしまうわけですね。本来それもまた公のもんですよね。じゃあそういう変化が一体なぜ起こったのかということを考える場合にですね、私はやっぱりその宗教との関連がやっぱり大事ではないかと、まあ、前から思っておりまして、うん、つまりあのウェーバーの言う宗教と経済の関係ですけれども、一生懸命働いて金券貯蓄して、それを資本投下して、そして経済的な利潤を得る、でそういう人間はこれは神に読みさらえる、天国に生まれることができる良きキリスト教徒である、こういう考え方がありますよね、ウェーバーに。確かにですね、ヨーロッパにおける資本主義勃興の時に山本さんがご説明されたように、ただ自分はひたすら努力するだけ、うん、というこういう絶対的な神がありますね、うん、でヨーロッパの場合はその神っていうものはまさに市場マーケットであって、うん、マーケットの中でとにかく努力する、それは結託なん、神の前において結託できなく、その、うん、罪大きい人間がですね結託してなんかその神からのものをですね遮断するとか避けようなんてことは一切そのできない。ところが日本の場合はですね、いや組んでやれば、うん、仲間内で組んでやればこれで仕切れるではないかというのが日本流の経済主義だった。でそれがまあそれで、いや仲間お互いがその仕事を配り合う、仲間でうまくやるっていうのはその市場を作る一つのもとですから、それが時に和と言われたりですね、協調と言われたりするわけですが、いずれにしろですね、神中黒市場市場でなんですけどね、神そして市場の前で結託してるわけですね、うんうん、でこのパターンでずっときた日本の近代化っていうか、うん、経済発展っていうものがですね、ここへ来て、うん、業者仲間内で組んでりゃ済むのかと、うん、やっぱりそこにおける宗教心、あるいはもう一つの神と言ってもいいんですが、その競争、ひたすら孤独な一人で市場に向かうという、うん、この緊張に耐えることが経済人なんだと、うん、今言わなければならないような状況だというふうに私は思ってるんですけどね、うん、あの確かにそうです。でただですね、幸か不幸か、じゃあそのキリスト教社会というかヨーロッパ社会におけるような神が我々の伝統文化の中にないんですよね、うん、いわゆる超越心がいないわけですね。とにかく超越心がいないわけですから、超越心の下でっていうふうには問題は立てられない、うん、どうしたらいいのかと。日本人というのはやっぱりその神を信ずるよりは人を信じてきた人間ですよ、うんうん、一種の人信仰ですね、日本人の宗教っていうのは。神も仏もあるものかって誰でもみんな一度は言ってると思いますね。やっぱり人に重要な役割をその期待している。しかしその人間はですね、神ではないわけですから常に裏切るわけですよね、うんうん、でそのジレンマっていうのは、これにやっぱり日本人だって昔から気がついてきたと思います、うん、でそのジレンマをどう乗り越えるか、それはですねやっぱり起業家であってもいい、政治家であってもいい、あるいは一人の知識人であってもいい、その人間がどれだけ自分を無にすることができるか、うん、無視の精神を獲得することができるかどうか、これがギリギリいっぱいの基準だったと思いますね、うん、だからそれある限り超越心がなくとも市場に対してもある程度やっぱり抑制も取れたですね、行動が取れたような気がしますね。だからその一人一人が自らに対して、自らが主人公、社会にその主人公になるんだけど、おっしゃるように規律とかそのある種自己抑制の何か枠組みがなければ、それはただ単にその欲望民主主義、みんな一人一人が欲望を持ってる、欲望が全部展開すればそれでいいではないかと言わんばかりにやってきたこの欲望民主主義の慣れの果てという面がある。でそれは本来は言われたように宗教心なのか、やっぱり公というところで仕組みがいるのか、あるいはそうした抑制のその契機を
内側に持ってる何かがいるんだったんでしょうが、それが外れてて欲望全面展開の中で、あの全体の経済全体を支えなければいけない背骨の方が曲がってきてしまったと。そう、だからその根っこのところが腐っていると、その腐った根っこを排除するためにはもっと深いところでいっぺんカオスの状態に返すっていう、そういう操作っていうか行動が必要になっていくわけです。それは横断的にですね、例えば社会主義イデオロギーっていったようなもので連帯できない状況ですよ。もうイデオロギーの終焉の時代ですから、うん、そうすると個別的に抵抗するか異議申し立てをする以外ないっていうところからカルトが出てきて、でそれはどうも日本の伝統的な社会、これまでの社会では少なくともそういう考え方は根付かなかったんですけれども、それがポーンと例えばオウム真理教のような事件で出てきたという。ちょっと外出て、はい、外外危ない、ガス出てるから。土地投機が蝕んだ日本人の精神風土、その危うさは戦後50年の切れ目に次々と襲いかかった。俺がブッダだとか俺がキリストだという人はやはり精神医学の対象になると思うんですけども、はい、抜け抜けといった場合には成功しますね。成功する。宗教というのは向こう辺りでできた宗教というのはどうも人間を飼いならすシステム、人間というのは飼いならされないと、羊やヤギや牛や馬のように飼いならされないと野獣なんだということで、飼いならしのシステムとしてあのイスラム教あるいはその前からあるユダヤ教ついでキリスト教というのは出てきたと思うんですが、これはやっぱ大きな思想を生む根源になるんですけども、飼いならしのシステムとしては日本ではその仏教が奈良町以前に入れられて以来、別に飼いならしのシステムとして仏教が入ってきたことはなくて、どちらかというと荘厳なものが入ってきた。で、世の中にはいい宗教と悪い宗教が2つあるんだというふうに考えるのは非常に僕は危ないと思うんです。宗教には本来そういう正気の面と狂気の側面がやっぱり背中合わせです。それにもかかわらずやっぱり宗教の問題はですね、今度21これからの世紀にかけてですね、まだまだ大きな紛争の種をもたらしたり、特にこう原理主義、つまり昔に帰ろう、原型に帰ろう、マホメットの頃に帰ろう、ファンダメンタリズムというのは一番過激な精神なもんですから、その親鸞の昔に帰れいう時にはもうすっかりも革命書き取りになる、同じ本願の中でもなるようにですね、あのつまり800年を超えたらもうすごいこうビビッドにその瞬間はなりますから、だからそれがファンダメンタリズムということの恐ろしさですけども、歴史を無視するわけですから、歴史と現実を無視して飛び越えてしまって、そして現実を全否定するわけですから、だからそれはおそらく次の世紀の人類を苦しめていく、あるいは人類を苦しめるだけでなくてやっぱり考え込ませていく重要な問題でしょうね。そうですね。だからそれを抑えるために、例えば日本の我々の宗教伝統をどう国際社会に生かすか、うん、本当にそういうつまりどっかの山に入って谷間を見て、そこに一種のこの美しさとか懐かしさとか、懐かしさっていうのはもう千年前の懐かしさのような懐かしさを感じたりするという精神の中に日本人の宗教感覚が入ってるわけですから、そういう割合いい感じの、つまり世界に一つの調和を与えるというとおこがましいですけど、調和を与えるという役割に非常にシャイな民族ですけども、そういう役割をやってみないかということは若い人に言えそうですね、日本のね。
その司馬さんは根本的にその宗教っていうのは人間をですね飼いならすそういう独特の装置だって言いますかね、文化的な装置だっていうことを繰り返し言っておられました。とりわけ司馬さんその時にその念頭に置かれていたのはおそらくキリスト教とかイスラム教とや一神教的な世界だろうのことだろうと思いますけれども、それは何もまあその一神教的の問題だけではなくてですね、アジアの多神教的な反神論的な世界においても宗教というのは本来人間をいい意味で飼いならす装置ではないかと、うん、いうことを言っておられて、私なるほどその通りだなと思って伺ったんですよね、うん、なるほど。ところがその我が国でそのオウム真理教のような事件が起こってですね、うん、人間をそのいわば本質的な意味で飼いならすべき宗教がですね、うん、かえってその人間をその犯罪的な行為に追いやったりですね、うん、破滅的な状況に追い込んだりする、うん、そういうことを日本のオウム真理教という宗教団体がやってしまったということに非常にショックを、うん、覚えておられたような感じがいたします。我々はやっぱり伝統的な日本の価値観とか宗教観というものの意味があるのかないのかの検討からまだ始めなきゃいけませんけれども、そういうものにもし価値があるとすればどういうものを取り出してですね、これからのつまり我々のその生きる支えにするのかっていったようなことをですね、もうそろそろ考えなきゃならないところに来て、まあその日本人っていうのはよく言われますけれども非常に好奇心の強い国民で、で外来の文化とか思想とか技術とか宗教っていうものを実にその鈍乱に受容してきた民族だろうと思いますね。でそういうものを自分の背丈に合わせて実によく寛骨脱退したり消化してきたと思うんですけれども、でそれはまあ宗教のレベルで考えますと、私はですね日本人が儒教の中から一番大事なものとして受け取ったものは収容ということかなと思ってますね。自己収容って言いますか、それはその奉公して苦労してそして立身出世をしていくというそれが経済発展につながるというところまで関わるわけですけど、その基本はとにかく収容ということだと。でここの基盤のところがおろそかになるとやっぱりダメなんだって、いくら成功してもダメなんだよというそういう倫理観みたいなものはかつてはあったような気がしますね。それが一つですね。それからそれに対してその仏教から一体何を日本人はそのエッセンスとして受け取ったかっていうと、私はやっぱりその無とか空とかっていう感覚ですね。で日本人は非常に無とか空って言葉が好きなんではないかと思いますね、うん、でこの言葉をその明治以降近代文明が様々な形で入ってくるときにいろんな形でこの無とか空って言葉をくっつけて造語をしたりですねイメージを膨らましてきたと思いますね。だから仏教もその様々なその論理とか教義体系を持っているわけですけど、ほとんどそんなものに目もくれなかった日本人は、それは無の感覚とか空の感覚だと思いますね。でこれは私は日本人の重要な遺産だと思っております、うん、でそれに対してそれではその明治以降ヨーロッパから一体日本人は何を一番大事なものとして受け取ったか、これは問題なんですけれども、それは個人主義かなって気がしますね。やっぱり日本人の個人主義ってのはこの集団主義と共存するような形での独特の個人主義だと思いますけれども、うん、ただその個人主義が暴走しですね欲望をそれに転嫁して膨らみ始めますと今回のような先ほど来のような問題になってきます。欲望資本主義の慣れの果てを我々今経験しているわけですけれども、問題はそういう日本人が好きなヨーロッパから受け取った個人主義という考え方をどのように先ほど言った収容という儒教的なものの考え方で裏打ちするか、あるいは空とか無といったああいうその仏教的な感覚でそれを裏付けていくか。まあ、そこではだけど要求されるのはそういう日本人の中に網がかかるって言いますか、その共通の言葉とそして積み重ねられた論理でもってどこまでその共通の枠を広げることができるのかいうその努力が一方でないともうカルトがもうあちらこちらでこのできてしまう、 それを束ねる原理はもう何もなくなると、こういうことになりますね。ですから今の銃戦問題なんてのは本当にそういう動きをその刺激するような方向にしか働かない事件ですよね。これは個人で
債務超過になった方も当然いるわけですね、その資産が例えば株とか土地が非常に高い時に借金をして買った、で株は半分になる、土地は3分の1になってますから、そうすると借金だけは残ってますので、気持ちの上ではその全てご破産にしてくれれば債務超過は吹っ飛びますからね、特性例でも何でも要求したいという中で、もし政府がでたらめな基準でこの問題を処理すれば、それはもう火つけますね。そうですよ。なぜ特定のグループだけそうやって保護するんだという、それは本当に虚心なのか無視なのかということがですね、問われてて、でひょっとしたらそこが崩れ始めてるかもしれないということになると、次の展開ではこの、カルトの暴発はまだあるということになりますね。そうですね。どうでしょうか、やっぱりそういう日本近代史のさまざまな起伏い天変を見ながらですね、最後まで司馬さんが愛し続けたのはこの日本という国土だったような気がしますね。この国の形といったような連作がございますが、はい、その国土の問題については最近の住専の問題に至るまで、土地に対する日本人の感覚が狂ってしまったということで、これはもう田中さんがずっと論じておられることですし、その国土に対する司馬さんの思いっていうのは私は本当に痛いほど分かるんですよね。その司馬さんはあのエッセイの中で、自分はその国家とかそのカントリーについてあまり語りたくないんだ、それよりも私自分がその重視しているのは土を国と呼んだ、そういう意味での国土に対するこだわりだったと私は解釈するんですけどね。まあ、日本という国家の中心は例えば東京であったり皇居であったり霞が関であったりするわけですけれども、どうでしょう、やっぱり国土の中心というのは私にとっては例えば富士山ですね。でそれは駿河の富士が象徴しているわけですけれども、日本全国どこに行きましても何々富士ってのはあるわけですよね。であれはやはり日本人にとっての国土の中心的シンボルだったわけで、僕なんかも海外に出て、今は成田ですけど前は羽田ですね、帰ってくると富士山を見て、ああ俺は日本に帰ってきたんだと思いましたですね。東京に林立するビルを見て日本に帰ってきたとは全然思わないけれども、富士山を見ると本当に心の底からホッとする。富士山を見たり菜の花畑を見たり、ふるさとのその国土の風景四季様々の光景を見ておりますと、いろんな地理悪態にまみれていても、そういうふるさとの風土国土を見るとですね、やっぱり心が現れるような体験をする方非常に多いだろうと思いますし、でそういう時に何ていうかその無心の状態って言いますかね、無視の状態になる瞬間があります。無視の状態であり続けることは非常に難しいわけですけれど、司馬さん自身がそういうことを努力目標にされておられたような気がしますね。同時にですね、この無視の精神っていうものをいつも大事にしようとしてきたところに、ひょっとすると日本人の倫理観の原点みたいなものがありましてですね、でそういうものが司馬文学の底流には流れていて、それが司馬文学を読む人を勇気づけたりしてきたのではないか、慰めてきたのではないかと思いましてですね、もうそうなるとこれは思い違い深い読みかもしれませんけれども、司馬文学っていうのは現代日本人にとって宗教とか倫理の代わりといいますか代替物の役割をね果たしていたのではないか、それが国民文学たらしめていたのではないかというふうに思うんですけどね。この国の行く末はどこか、司馬遼太郎は日本人への残された希望を未来に生きる子どもたちに託した。小学6年用国語教科書に載せられた一文、その執筆に司馬は半年を費やした。一番最初いただいた元原稿はこれなんですね。青が入ってるんですね。これが青ですよね。
何回も読み直されて気に入ったところで筆を置かれたという感じなんでしょうけれど、本が出来上がった時にお礼を言いに行ったんですね。そうしましたら対策を一本挙げたような感じだったようにおっしゃられましたし、ご自身で書かれたこの21世紀に生きる君たちへという文章が子供の中に吸い込まれていくんじゃないかということで、それで恐ろしくて恐ろしくてっていう、そういう言葉もおっしゃっておられましたですね。21世紀に生きる君たちへ、司馬遼太郎。私は歴史小説を書いてきた。もともと歴史が好きなのである。両親を愛するようにして歴史を愛している。歴史とは何でしょうと聞かれるとき、それは大きな世界です。かつて存在した何億という人生がそこに詰め込まれている世界なのですと答えることにしている。私には幸いこの世にたくさんの素晴らしい友人がいる。歴史の中にもいる。そこにはこの世では求めがたいほどに素晴らしい人たちがいて、私の日常を励ましたり慰めたりしてくれているのである。だから私は少なくとも2000年以上の時間の中を生きているようなものだと思っている。ただ寂しく思うことがある。私が持っていなくて君たちだけが持っている大きなものがある。未来というものである。私の人生はすでに持ち時間が少ない。例えば21世紀というものを見ることができないに違いない。君たちは違う。21世紀をたっぷり見ることができるばかりか、その輝かしい担い手でもある。もし未来という街角で私が君たちを呼び止めることができたらどんなにいいだろう。田中君、ちょっと伺いますが、あなたが今歩いている21世紀とはどんな世の中でしょう。そのように質問して君たちに教えてもらいたいのだが、ただ残念にもその未来という街角には私はもういない。だから君たちと話ができるのは今のうちだということである。もっとも私には21世紀のことなどとても予測できない。ただ私に言えることがある。それは歴史から学んだ人間の生き方の基本的なことどもである。昔も今もまた未来においても変わらないことがある。そこに空気と水、それに土などという自然があって、人間や他の動植物、さらには微生物に至るまでがそれに依存しつつ生きているということである。自然こそ普遍の価値なのである。歴史の中の人々は自然を恐れ、その力を崇め、自分たちの上にあるものとして身を慎んできた。この態度は近代や現代に入って少し揺らいだ。人間こそ一番偉い存在だという思い上がった考えが頭をもたげた。20世紀という現代はある意味では自然への恐れが薄くなった時代と言っていい。同時に人間は決して愚かではない。思い上がるということとはおよそ逆のことも合わせ考えた。つまり私ども人間とは自然の一部に過ぎないという素直な考えである。ある意味では平凡な事実に過ぎないこのことを20世紀の科学は科学の事実として人々の前に繰り広げてみせた。20世紀末の人間たちはこのことを知ることによって、古代や中世に神を恐れたように再び自然を恐れるようになった。おそらく自然に対し威張り返っていた時代は21世紀に近づくにつれて終わっていくに違いない。
そうなれば21世紀の人間はより一層自然を尊敬することになるだろう。そして自然の一部である人間同士についても前世紀にも増して尊敬し合うようになるのに違いない。そのようになることが君たちへの私の期待でもある。さて君たち自身のことである。君たちはいつの時代でもそうであったように自己を確立せねばならない。自分に厳しく相手には優しくという自己を、そして素直で賢い自己を。私は人という文字を見るときしばしば感動する。斜めの角が互いに支え合って構成されているのである。そのことでもわかるように人間は社会を作って生きている。社会とは支え合う仕組みということである。原始時代の社会は小さかった。家族を中心とした社会だった。それが次第に大きな社会になり、今は国家と世界という社会を作り、互いに助け合いながら生きているのである。自然物としての人間は決して孤立して生きられるようには作られていない。助け合うという気持ちや行動の元の元はいたわりという感情である。他人の痛みを感じることと言ってもいい、優しさと言い換えてもいい。いたわり、他人の痛みを感じること、優しさ、皆似たような言葉である。この三つの言葉はもともと一つの根から出ているのである。根といっても本能ではない。だから私たちは訓練をしてそれを身につけねばならないのである。その訓練とは簡単なことである。例えば友達が転ぶ、ああ痛かったろうなと感じる気持ちをその都度自分の中で作り上げていきさえすればよい。この根っこの感情が自己の中でしっかり根付いていけば、多民族へのいたわりという気持ちも湧き出てくる。君たちさえそういう自己を作っていけば、21世紀は人類が仲良しで暮らせる時代になるのに違いない。君たちは常に晴れ上がった空のように高々とした心を持たねばならない。同時にずっしりとたくましい足取りで大地を踏みしめつつ歩かねばならない。私は君たちの心の中の最も美しいものを見続けながら以上のことを書いた。書き終わって君たちの未来が真夏の太陽のように輝いているように感じた。